CM1 型磁気浮上列車はトランスラピットの技術をもとに中国で開発され試験が進められている吸引式磁気浮上式鉄道である。CM1 型の走行装置2014年4月の磁気浮上式車両を2002年に第863中国港水準技術計画の一環として中国独自の磁気浮上式鉄道の建設が決定された。 生徒引き工業講師と2両の試験車両の計画が交わされた。2006年5月に同住大学家庭キャンパス内の試験船に搬入され、2006年7月に試験が始まった。試作車両の CM1 は、磁気浮上式鉄道で最高時速 150km で走行するように設計され、主任開発者のジャン・キービーによれば、ドイツ製ではない技術が使用されたとされる。 2004年11月のビデオドキュメンタリーによると、上海で磁気浮上式鉄道を運行する上海、マグレブトレインが浮上と案内技術の開発に関連していると見られる。テスト時に、車体は分離可能な構造である。試験線上の CM1 の車両と構造体の画像が見つかる。磁気浮上式鉄道の整備旨と、起点軌道の詳細と、 地上側の堺地試験線の終端試験区間で使用された技術は上海時期浮上式鉄道で運行されるドイツのトランスラピット08の技術を模範とした。上海歩東国際空港から上海までの 30km の区間の建設工事中にドイツ側の中国人の協力者たちは軌道の設計図を入手した。中国側は ドイツ側から5000万ユーロで技術を購入して国立時期不上式交通技術研究開発センターの試験船はウシャンミングの主導によって中国とドーズミ大学のドイツ大学院の密接な協力で建設された試験船の地上設備は中国製ではないこれらはホト上海区間の建設でドイツが製造してドーズミの試験船で組み立てられた試験線は 第863国家公水準技術計画の一環として建設された。上海の中心の北西部の道積大学家庭キャンパスの構内に全長1 5キロメートルの磁気浮上用の軌道がある。北西の端に磁気浮上用の整備棟がある。西側の路線は整備棟から北東へ降下が続いていて終端は干渉装置がない。 東部の数百メートルは45度の曲線がある。路線は東西約1キロメートルである。東の試験軌道の端は S 字型の干渉装置がある。試験線の全長と試験線により最高時速は時速120キロメートルに抑えられる。由期列3倍音速モーミング安全。新東神。2015年9月10日閲覧。 abcd ウボルフガングペスター、チャイナゼットストアウフダイマグネット版、バーキア、インシャンハイゾールイム、ジュリデアプロトトゥープデアエルステンマグネット版ンやら、トランズラペットインデンバーサッチスピトリエブスタートン、on, URL イコールの値が不正です。ベティナハリヒテンハット abcd チネセンテストンエーゲネントランズラペット、テクナラジクラウアンジウィス URL イコールの値が不正です。 ワイルツェチャルファツウォッシュ、15フェブラリー2006、ABCDE フランクシエレン、ボルフガングケンプカンズ、チャイナズコンクレンズマダル、トランズラペット URL イコールの値が、不正です。ワイルツェチャルファツウォッシュ、ハット ABC ジョニーエリング、チネセンテストントランズラペットナッシュブを、URL イコールの値が不正です。ダイベルト、ハットアンドレアスローレンツ、チャイナズファーストエクタートランズラペット、 url イコールの値が不正です。デアスピーゲル、ハンバーグ、スピーゲルバーラグ、11.4、2009閲覧。アクセス、デートイコールの日付が不正です。ありがとうございます。